私は旦那とは連れ子ありで再婚した。当時、息子は3歳。旦那は再婚した時、子供と養子縁組してくれた。これは、義両親も了解済みでのこと。その後、旦那にとって実子も、二人生まれたが、旦那は、どの子も変わらず可愛がってくれていた。上の子に、養子であることは告げてなかった。二十歳の誕生日に、旦那が打ち明ける予定だった。事情を知っている、義両親と義弟と、私の両親と妹も了解してくれて、上の子に黙っていてくれた。でも、数年前に結婚した義弟の嫁が、全部ぶち壊してくれた。義弟は黙っているようにと念を押したらしいが、わざわざ、上の子を呼び出して、あんたは、この家の財産を受け継ぐ資格がない。と言ったそうだ。旦那も義弟も、普通の勤め人だけど、義実家は裕福だ。上の子は、義弟嫁に言われたことを、私たちに黙っていて、高校の進学希望の調査票に、就職希望と書いて出して、私が担任に呼び出された。高校は進学校で、就職する子は、学年に、一人二人いるかどうかだったのと、2年までは4大希望だったためだ。旦那が、上の子に理由を尋ねても、頑として口を割らなかった。その後、旦那に上の子が、養子縁組解消してください。と頼んで、やっと、理由を少しずつ打ち明けた。三人で明け方まで話し合い、泣きながら、父は旦那だけと納得してくれて、後日、進学希望に戻してくれた。旦那が、義弟を呼び出して抗議して、二度と、上の子と関わるなと怒鳴りつけた。義弟は全く知らなかったが、義弟嫁に話したことは認めた。義弟に責められた義弟嫁は、その財産を他人が受け継ぐことが我慢できない。もらうのは、私の産む子にたくさんじゃないとダメ。と泣いて義弟にすがりついたそうだ。それでも、義弟は許せなかったらしく、離婚した。離婚した後、我が家と義実家に、義弟嫁が嫌がらせを続けて、警察沙汰になって、大変なこともあった。上の子は先日二十歳になった。今大学2年生です。今日、旦那と二人でお酒を飲みに行った。どんなことを話しているんだろう。旦那と結婚して本当に良かった。義弟には子供ができません。義弟も再婚で、前の結婚時に子供ができず、検査の結果、義弟に原因がありました。子供を強く望んだ前義弟嫁は、離婚を選択しました。義弟嫁も、子供ができないことは、承知の上で結婚しました。義実家は相続税対策で、毎年、孫に、贈与税を最低額支払うやり方で贈与してくれてます。それは、養子の上の子にもです。ですので、子供が3人いる我が家には、相続が多くなります。義弟嫁は、それが不満だったようです。